と同じものを食べたいと思います。これは多分違うやつ。これは違うね。いただきます。見て、なんていうのかね、笹笛じゃない、絶対笹笛じゃないの。こちらですね、14号室。ここから入ります。じゃーん、あったかい。こんな感じです。広い、いいですね。はい、ということで着きました。じゃあまずはルームツアーからしていきたいと思います。まずなんだっけ、サウナコテージ、バレルサウナ、バレルサウナ、バレルサウナコテージみたいなやつに泊まっております。こんな感じ。じゃーん、サウナポンチョ、ここにある。これとなんか、え、いい、良くない、ハンモックなんだけど。あ、それハンモックだったんだ。座るタイプだよね、でもこれ椅子だよね。いや、寝るタイプでしょ。え、寝れんやろ。そんな座るタイプだ。そそんなことある、さてはあまりで、なんかちょっとたくさんのクッションたちで、ここでバーベキューよね。そうできるね。こんな感じ、はい、こんな感じで。あったけー、ここスリッパがある。あれ閉めればなんてだったかいんだ。そうだね、はい。でね、なんか外に焚き火のやつ、焚き火があれでできるっぽいので、夜9時までかな、楽しめるっぽいです。で、ここが、え、そう、ダイニングキッチンみたいな感じで、キッチンがねめっちゃしっかりついてるよね。こんな感じで普通に IH と電気ケトル、あ、コーヒーとか紅茶とかくれてます。こんな感じで、え、ってことはさ、普通に、おー、調理器具もある。普通にあんね。うん、カトラリーもめっちゃ揃ってる、普通に。あ、なんでもあんじゃん。うん、おー、お皿とかマグカップとか全然いっぱいありますね。あとはオロポができます。これ何くれてんの。ね、え、最高なんだけど、見て、サウナスイートっていうんだ、ここオロポを作り方とご一緒にくれております。で、これ水だ、可愛くない。可愛い、ユニコーンじゃね。ユニコーンだね。ユニコーンだっていう。1リットルくれてますね。え、優しすぎない。すごいね。うん、普通にこれ売店で売ってたよね。ああ、あったね。うん、こんな感じでなんか全てありますね。めっちゃいい匂いする。ヒノキだよね。めっちゃいい匂い。うわやばい、やばい、楽しみ。ちょっと早く入りたいわ。服すごくない、合わせてないのに同化してるイエーイ。寒いけどめっちゃ晴れてて、明日がなんと私の誕生日、大雪予報でございます。どうする、サウナ入りながらさ、めっちゃ雪降っててさ、外気浴の時にさ、もうしんしんとしてんの。めっちゃいいかも。最高じゃない。はい、それが楽しみでーん。はーい、こんな感じでございます。イエーイ、いいね、いいね。
広いし、あったかいし、木の匂い、このハンモックいいよね。これいいね。うん、あ、怖い。え、すごい。何キロまで平気なんだろう、わかんない。めっちゃギーギー言ってる。大丈夫そう、これ怖い怖いって言って回転する。怖いね。うん、もうちょっとこの音でさ、もうどこにいるか絶対すぐに分かる。夜な夜な鳴ってるんでしょ。そう、夜な夜な誰か鳴ってる、絶対誰か鳴ってる。怖すぎ。はい、ということで今からサウナ、あ、めっちゃ手濡れてる、サウナ入っていきたいと思いますので楽しんでいきましょう。楽しみ。どう、似合うよ、お遊戯会みたいで。めっちゃ最高。楽しいね。うん。めっちゃクラクラする。ね。あ、暖かくなってきた。え、めっちゃおじいちゃん家の匂いする。ちゃんと燃えてきた。音めっちゃ大きい。パン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 。最高。音もいいし。ね。サウナ越しの、焚き火越しのサウナ。サウナ越しだった。サウナ手前にいたよね。あかー、はい、こんな感じでバーベキュー中です。バーベキューを楽しんでおります。お肉はなんか焦げてる気がする。気のせいだ。気のせいだね。完成。いいんじゃない？どうぞ。いただこう。ザファームの方がこれくださいました。ありがとうございます。リピーター、リピーターにプレゼントらしい。実は私たちリピーターなんです。ハキピー。じゃじゃーん。ちょっと近い。ちょっと暗いけど。スモアセットを一緒に入れてもらっていたので焚き火でやっていきたいと思います。来ました。こんな感じで焚き火めっちゃあったかいです。いいね、目の前座ってあったかい。いや本当にサウナの中はセルフローリをして、アロマもね、ここにアロマでこれで楽しめます。はい、次の日になりました。今日は雪予報だけどまだ雪じゃないですね。こっから変わるとめっちゃ嬉しい。暑い。めっちゃ雨強くなってきた。ね。お願いします。雪になってください。湯気すご。はい、ということでザ・ファームいかがでしたでしょうか。ここまで見ていただきありがとうございます。プライベートサウナいいなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。TikTok ではこんな感じで歌ってみた動画を出しているので、ぜひ聞きに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。騙され